関ヶ原町立関ヶ原小学校は、岐阜県府和郡関ヶ原町にある小学校。関ヶ原小学校と表記される場合もあるが、町名と同じ関ヶ原小学校が正しい。平成21年に関ヶ原北小学校と関ヶ原南小学校の統廃合問題で、北小学校校区の住民を中心に反対運動が起き、 同年6月に反対派住民3576府で、同年9月2632府での、計5208府での署名を集め、町長と教育委員会に提出した。これに対して町長は2006年6月に、関ヶ原町の町職員に対し、署名簿に署名した者らの住居を個別に訪問し、署名に関して質問調査を行うように指示を行った。 反対派住民は、町長による個別訪問調査は、請願権、表現の自由、プライバシー権を侵害するとして、岐阜県弁護士会に対し、人権救済を申し立てた。弁護士会は、町長の行為を人権侵害行為と認め町長に警告を行ったが、町長は、警告内容を受け入れず、個別訪問は正当であり、弁護士会が誤っていると主張し続け、 町民の過半数が署名をして、小学校の党配合に反対を表明していたにも、かかわらず、2006年8月に、町議会の採決を強行し、党配合案が成立させた。一審判決では、生顔権侵害が認められた。町は上告したが、二審判決では一審判決より踏み込んだ形で、生顔権侵害を認め、さらに思想良心の自由。 プライバシー権侵害が認められた。町側はさらに上告したが、最高裁は町側による上告を棄却し、判決が確定した。広報関ヶ原 653P8 から9、中曽久を、署名者に対する個別訪問調査の合憲性、名古屋高裁平成24年4月27日判決を、起限として、地域創生研究年報第9号、2014年、 55から64ページ、ありがとうございます。